はい、皆さんこんばんは。音色の紡ぎ手、比嘉茜です。今日はどんな夜をお過ごしでしょうか。はい、なんか昼間ちょっとね、今日久しぶりにクーラーをつけずに過ごしてみたりしたんですけど、それでもなんか過ごせたので、暑いんだけれどもなんか涼しいみたいな日でしたね。でもまあ夕方になるとやっぱりこうね、西日が差してきたのでクーラーを入れましたけれども、今日もいかがお過ごしだったでしょうか。はい、最初はね、木野正吉さんの花を弾かせていただきました。そしたら2曲目は即興でいきたいと思います。この間こう弾いていてね、月夜という曲を弾いたんですけど、なんかその時浮かんできたのが夜の散歩というね言葉だったので、夜の散歩という感じでね弾かせていただこうかなと思っています。あ、生で聴けるっていいですねってね、コメントいただきました。ありがとうございます。あ、いろいろいただいてますね。あ、目をつぶって聴きたくなりますライブ生で見れたこのタイミングがなかなかないから嬉しいって、ありがとうございます。はい、では即興でね、夜の散歩と題して弾いてみたいと思います。リラックスしてお聴きください。
はい、夜の散歩と題して弾かせていただきました。ありがとうございました。はい、こう弾きながらねコメントをくださったりしてありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。素敵な音色ですといただきました。ありがとうございます。はい、というわけで今日も最後の曲になりました。はい、今日のね最後の曲はまあ弾けるかわからないけどやってみようっていう Without You を弾いて、あ、Without Me って書いちゃった。 Without You ですね。合ってますか。はい、を弾いてみたいなと思います。はい、では最後の曲で Without You を弾きます。お聴きください。Thank you.
イズアウトユーを弾かせていただきました。というわけで今日もお送りしてきましたけれども、これで終了です。あのね、3曲しか弾かないってね決めてるんですね。あの夜なのでね、もう眠るって思ってるのに長引いたら悪いなと思っていて、なので最初はね、1回目の時はあの眠る前の10分間ヒーリングって書いてたのに、なんか見たら大体15分超えてたんですよ。なので、あ、15分だと思ってね、15分にしたら昨日は15分も超えてたんですよね。だからおかしいなと思ってるんですけど、あのまたねやりますので、ぜひまたお時間あったら見ていただけたらと思います。次はね、また来週の月曜日あたりにねやりたいなと思っています。週に2回ぐらい、月木とかね、週末はできないので月木とかっていう形でやっていけたらと思っているので、またお時間あったらご覧ください。今日も見ていただいてありがとうございました。いい夢見てください。おやすみなさい。